トリア3。今回は19世紀、ビクトリア時代で理想の国家を築きます。この世界開発元は有名なパラドックス社、いわゆるパラドゲーでございます。数年やり込んだつもりがあれ？こんなのできたの？みたいなことがよくあるめちゃむず世界と思われます。チュートリアルも途中で投げ出した見切り発車なので、どんな結果になるかわかりません。生温かい目で見ていただけると幸いです。てか理想の国家ってなんかふんわりしてんな。どんな国なんだ？いやー私がやるならやっぱこれでしょ。目標は覇権国家、徳川幕府の征夷大将軍。お前征夷大将軍ほんと好きな。明治維新など起こさせてたまるか、幕府のまま突き進んでやらー。ペリーがプタラグーパンチで追い返してやろうぜ。それでは覇権国家目指して、礼いっちゃごー。ちなみに今1836年で、1936年まで遊べるみたいです。さよか。現在の将軍様は徳川家斉、あだ名は俗物将軍。しょっぱなからダメじゃねえか。子作りばっか頑張って政治は他人任せ。なお悪いわ。でも在任期間は一番長くてなんと50年だよ。人任せにした分政治はうまく回ったのかもな。日本のランクは現在15位で、外国からは非承認大国と見られてるみたい。こっから頑張って成り上がってく感じか。GDP は10位、識字率は意外と低く143位、生活水準も低く146位、でも人口は6位で多い模様。あと北海道の一部はまだ日本の領土ではありません。北海道の会はアイヌの言葉でこの地に生まれた人って意味だったりして、この頃はまだアイヌってます。北海道っつうかまだエゾナ時代っぽいな。そんなわけで最初は北海道統一を目指しましょ。だが我が国鎖国とかしちゃってる閉鎖的な国。技術ツリーで植民地化を研究して、植民地化の法案を通さないと、新たな土地を得るために国外に出ることもできません。じゃとりあえず研究と法改正待ちだな。では待ってる間に施設を建ててこの国を開発しましょう。まずは関東と中部と関西に建設センターを建てます。この施設を建てると建設の速度が上がります。効率良さそうだな、いっぱい建てようぜ。でもこの施設基地と気を消費するし、公務員の給料とかも発生するから、建てすぎたら速攻需要と供給崩れて破綻するよ。しょっぱなから考えることいっぱいだな。需要と供給のバランスを考え国家経営していくのがビクトリアの醍醐味、まさに経済シミュレーター。こりゃ一筋縄ではいかなそうだな。そして現在機の生産量は少なく供給追いつかない状態。外国から輸入するか？愚か者、我が国は鎖国しとるわ。そんなわけで足りないものは自給するしかないので、製材所を建てて木材の生産量を増やしましょう。お次は飾り細工工房、こちらは道具の生産をしてくれます。製法の選択とかもできて粗雑な道具なら木で生産、先鉄の道具なら鉄から道具が作れます。木の在庫ないし鉄の方が良さそうだな。あ、鉄も全くないよ。おい。足らぬは工夫が足らーぬ。そういう問題じゃねえよ。鉄鉱山も建設せねば、どんどん建設予定が増えてくな。ただいまの状況、建設セクターで木を使う、木が足りないから製材所、木を切る道具が欲しいので飾り細工工房、飾り細工工房で使う鉄がないから鉱山建設。足らんもんばっかや。足らぬは工夫が、それさっき聞いた。ちぇ。お次は政策を確認、現在の幕府の政治は幕府と侍の派閥が運営してます。これら派閥みたいのはこの世界では利益団体と呼ばれます。ここテストに出ます。何のテストだよ。利益団体の幸福か不幸かで特性が発生、今インテリどもが怒ってて社会批判してたりします。こういうのもうまいこと舵取りしないとダメっぽいな。とりあえず我らが幕府は正当性 100% であります。軍の将軍に利益団体の人物を入れると影響力を上げることもできるので、気になる利益団体を入れるのもありかも。そんなわけで利益団体小ブルジュアの小金持ち、徳川斉昭さんを昇進させましょう。利益団体の政治力が 5% アップしたな。この人は最後の征夷大将軍徳川義信のパパ。ゴリッゴリの上位派なので、ペリー来たらドロップキックしてもらいましょう。こらこら。追加で他派閥の将軍増やそうと思ったけど、いなかったのでとりあえず軍はこんな感じで。細かいところがちょいちょい影響してて把握しきれないな。いつかなれる、多分。適当だな。やり残しがないかと確認したら穀物が過剰生産っぽい。小麦畑の製法を切り替えて、ぶどう畑を選択してワイン作って、稲畑も一軸園で果物と砂糖を生産させましょう。ほんと細かいな。なお、研究が進むと製法も増えるよ。頭が追いつかん。それではゲーム、スタート。こうしてやっと時が動き出した。ゲーム開始と同時に画面右端にジャーナルが表示。植民地化をできるように法改正しろってよ。もうやってるよ。まあこんな感じでイベントとかはしれっと現れます。あ、宣言された関心の設定忘れてた。
こちらは関心を持つ戦略的重要地域を選択することで、その地域の情報が伝わってきます。植民地化するときなんかは関心を宣言してないとできません。そういうのもあるのな。とりあえずイギリスがアヘン戦争とかドンパチしそうなので、なんとなく中国南部で。適当だな。あ、有り余る幕府の権力を使うの忘れてた。権力コスト100を使うことで色々な布告が可能。とりあえず道路整備で建設効率アップしたり、資源産業を推奨して木の確保とかしときましょ。どの程度効果あるかわからないけど、社会的流動性の促進とかも布告で。適当だな。そんなわけで手探りでこんな感じになりました。まあこの辺は様子見ながら適宜変更してく感じになりそうだな。何やら政治運動が発生。土地所有権投票を制定しろって要求らしいぞ。現状の専制政治から移行すると、幕府の正当性がマイナス10らしいので、とりあえず放置。侍も対立してマイナス5になるらしい。怒らせて明治維新されちゃうかも。法改正はいろいろと悩むな。建物ができるの見守ってたら、イギリスと死んで外交プレイ勃発。日本は中立を宣言して日和見。イギリスの要求は真の市場を解放、真の要求は戦争賠償金でした。いずれは我が国にもペリーが市場解放しろとか言ってくるかもな。鉄鉱山が完成したので、道具の製法を鋳鉄の道具に変更を。そんで足りなそうな施設を適当に建てていきます。こうやって施設の強化をしてく感じか。あ、植民地化の研究が完了。これで北海道統一できるな。いや、法制定しないと実行できないので、植民地最低住の法律を制定します。そういや、そんなこと言ってたな。でもこの法案制定の成功率が 6% しかない。無理ゲーすぎんだろ。味方が足りぬ。でも法律の制定に暫定な承認をしてくれる団体に、ショーブルジュアがいたので、これを幕府の政治に組み込んで支持率を上げましょ。幕府の正当性が 53% にまで下がっちゃったけど、法律制定のためには致し方なしって感じか。そんなわけで成功率は 13% くらいになりました。で、現在権力使って布告しまくりで、権力の余剰が少ないので施行までの期間がマイナス 8.3。制定の判断までに335日かかります。1年に1回の合否で成功率13ってきついな。そんなわけで布告をいくつか取り消して、残高を600にして期間をマイナス 25% まで効率アップ。結果295日まで短縮できました。1ヶ月ちょいしか変わらんか、法制定は運次第だな。大塩平八郎、不倫スキャンダル発覚。誰だよ、大塩。大塩平八郎と思われるこの人物は、仏教僧のリーダーとなっております。この世界では大塩平八郎の乱じゃなくて、やらしいことに勤しんでたようだな。まあこういったイベントで、利益団体の求心力と関わることもあるみたい。国を揺るがす事件とか起きないといいな。そして時は流れ、ようやく一回目の審議。いきなり可決はされず話し合いって感じか？選ぶ選択肢によって施行成功率が変わるみたい。上下とも結果が3パターンか。上がハイリスクハイリターンで、下がローリスクローリターンな感じ。幕府は恐れぬ、ハイリスクを選択だー。お、成功率が 20% アップした。これで法制定に一歩近づけた。よかったな。さて次の審議まで1年待ちますか。先は長えー。テストプレイでは法制定が全然できず、可決した頃にはロシアが来てて日露戦争に。本当運次第で地獄だな。そして市場の需要を確認しつつ建設を見守る日々。植民地最低住、法案可決されましたー。おお、30% くらいだったけど2回目で成功したぜ。長丁場になるかと思ってたからこれはありがたい。だな。ジャーナルが追加されてるぞ。アフリカ植民地って、まずは北海道が先だよ。ジャーナルは適当で良さそうだな。さて植民地の創設を選んで、北海道とサハリンを植民地にしましょ。しれっとサハリンまで取るのな。本来ロシアとの国境が定まるのは戊辰戦争の後。幕府の求心で国際法に詳しかった榎本武明さんが尽力して国境が定まったので、まだ曖昧なんだよ。そうなのな。近代の偉人って偉業も成し遂げてるけどゲスも多いけど、この人はガチの偉人だよ。私兵になる人は変な人多いよな。さて話が脱線しちゃったけど、幕府は覇権国家を一応目指しております。ってことは海外にも視野を広げていかないとだぜ。そんなわけで植民地化進出のために、オセアニアに関心の宣言をしましょ。腰身の姿のオセアニアカナ家族が日本の仲間入りする日も近いな。ではオセアニアへの関心が発動して植民地化を開始したところで今回はここまで。正直トラドゲーはとっつきにくいのでよくわからんって方も多いかもしれませんが、よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。励みになります。
ぶっちゃけやっててよくわかってないから、こうした方がいいぞってのあったら、コメント欄で教えてくれると嬉しいんだぜ。まあある程度撮影してから編集してるので反映できるかは微妙であります。おい。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。